デカン・クックはアメリカ合衆国オハイオ州デートン出身のバスケットボール選手。ポジションはシューティングガード。ディカーン・クック、デイクワン・クックとも。クックはオハイオ州デートンのポール・ローレンス・ダンバー高校に通い、ノリスコールと共にチームをオハイオ州2部の準決勝に導いた。最終学年では平均24.5ポイント、6.0リバウンド。 5.0アシストを記録して、チームを週2部の決勝に導いた。クックは2006年のマクドナルドオール、アメリカンチームに選出され、ゲームでは17ポイントを稼ぐ活躍をした。また、クックは、スパイスインディーヒート高校のアマチュア運動連合チームで、グレッグ・オーデンやマイク・コンリーと共にプレーした。オハイオ州立大学でプレーしたクックは、 平均10.7ポイント、4.5リバウンド、1.1アシスト、0.7スティールを記録した。大学で1年間プレーしたクックは、2007年の NBA ドラフトにアーリーエントリーした。クックは、全体21位で、フィラデルフィアセブンティシクサーズに指名されたが、アレン・アイバーソンを含むトレードの一環で、ジェイソン・スミスと引き換えにマイアミヒートに放出された。 このシーズンのヒートはそれまでエースのドーエインウェイドと共にチームを優勝に導いたシャキール・オニールがチームを去るなど優勝以来の過渡期にあった。ウェイドが怪我を感知させるためシーズンの大半を欠場したためクックの出場機会は増えることとなる。2月に一度バドルに送られるが3月にチームに戻ってからはロサンゼルス・クリッパーズ戦でキャリアハイの23ポイントを記録するなど 来シーズンにつながる活躍を見せた。しかし、最終的にチームは15勝67敗というチーム、創設時に並ぶ過去最低勝率でシーズンを終えることとなった。2008から09シーズン、ヒートはウェードの完全復活に加え、ドラフトでマイケル・ビーズリーとマリオ・チャルマーズを指名したことにより、プレイオフ出場圏内で戦えるチームに変貌した。その中でクックは、 チームの中継ぎとして、そして3ポイントシューターとしてまとまった、出場時間を得ることになる。このシーズン、クックは、3ポイントシュート成功率0.387%を記録し、NBA 3ポイントシュートアウトに出場、当時に連覇していたジェイソン・カポノを破り優勝した。その年、チームは、プレーオフに出場し、ファーストラウンドで、 アトランタホークスと第7戦までもつれる接戦を演じたが結局3勝4敗で敗れた。クック自身は第2戦において20ポイントを稼ぐ活躍をしている。2010年夏、オクラホマシティサンダーに移籍。2012年 NBA ファイナルではフルスヒートとの対決となったが1勝4敗で敗退した。2012年10月、ヒューストンロケッツに移籍。 2013年1月、シカゴブルズに移籍したが、解雇された。その後は、ヨーロッパ諸国でプレーしている。NBA3 ポイントシュートアウトで優勝したことが、示す通り、正確なシュートフォームから放たれる3ポイントシュートが、最大の武器である。ビッグショットを沈みチームを敗北から救うことから、クックは自らを、保釈保証人と称している。ありがとうございます。